皆さんどうもこんばんは。お疲れ様です。現在の時刻は12月1日5時2分ですね。やっていきたいと思います。もう本当にギリギリ、ちょっとね画質が荒いモードで撮らないといけない状態になってます。よろしくお願いします。時刻5時って言ってもね、夕方の5時ですね。早速水温計見ていきますが、時間がね映んなくなっちゃうんでね。13度です。厳しいですね。なかなか13度で団地前なんですけど、今日はバルバルで来てます。そしてスーパーサミーでやってきます。バックはウエストはこれでいきます。よし、スーパーサミーでお邪魔させていただいて、映る間はね、濁りはね、ちょっと弱いライトで照らしますけど、多分ね映んないと思うんですけど、結構濁り増してますね。ちょっとゴミがちらちらある感じです。釣りできないほどのゴミじゃないんですけど、結構ゴミがあるんで要注意で、今作業しようが始まってます。お願いします。始まってるっていうか、もうかなり下げてます。ちょっとね、明るい時間帯から入ってなくて、今入ったばっかりなので、本当にちょっとゴミがどのぐらいかとかね、ちょっとわからない状態です。とてつもなく流れが速い。多分増水してるんだと思います。でもね、チラッチラッチラッチラ捕食っていうか、なんかやってるんで、それはちょっとね期待できるんですけどね。水面にね結構ベイトっぽい反応はあります。ほらほらほら、もしかしたら一発あるかも。今スーパーサミー126ですね。ほらほら、岸際のベイトが逃げてるんですよ、逃げてるんですよ。そしたらボラがスイッと逃げるやつですね。シューッと、ほらほらほら、そこでもそこでも、ほらほらほら、ちょっと待って、熱いのかも。出てもルアー持ってくかどうかは見えないんですけど、一応黄色のスーパーサミーでやってますけど、もうちょっと見えないですよね。さすがに団地前の明かりがあっても見えないです。バーストアッパーの方がいいのかな。腹筋したら足滑らして、アップで投げてますけど、まあチャパッチャパッと逃げてる感じがするぐらいで、ボイルまでとは言ってないですね。さっきも言いましたけど、バルバルの救急に、あれですね、ステルテート4000ですね、 LT4000XH。 今日いつも通ってるんですけどね、ツイッターでつぶやいたんですけど、バルバルのね、バルバルじゃない、ブルーブルーの立山オフィスっていうか工場っていうんですかね、目の前にちょっと行ってきました。で、本当はブルーブルーのプロモーションビデオに出てる、工場より、立山工場よりってやつで出てるカフェ、あそこ行こうかなと思ったんですけど、一番座りたい席にねちょうど座られちゃってたからやめました。あとね、帰りの渋滞もちょっと心配だったんで一応やめました。案の定ね、やっぱアクアライン越えてから結構プチ渋滞があったんで、パスタ食ってなくてよかったです。パスタ食ってたらやばかったかもしれない。
流れが早いんで普通にねちょっとあれ入れたいですね。なんだろうな、ああでも中ぐらいのブーちゃんでもいいんですけど、あれ入れたいですね、住宅ベイト。ジグザグバイト入れようかな。船が来ちゃったな。ちょっとジグザグバイトこの後入れていきます。船が落ち着いたらちょっと流れ早すぎるかな。 H に行こうかな。 H にのあれなんでね、映らないかもしれないんですけどね。今日はね、立山の方も風がめちゃくちゃ強くて、こっちも強かったと思うんですけど、平鈴木ね、一応ちょっとだけやったんですけども、釣りにならないぐらい、さすがにちょっとだけやったんですが、もうねルアーコントロールがもう難しすぎてやめました。ちょっとだけやったんですけど、本当にね、あの安全な位置取りでやったんですけど、それでもね、たまに結構、まあ波をかぶるっていうのはよくあるんですけど、波をちょっと食らうんで一応やめました。ちょっとだけやって、いくつかね、あの裏っていうかね、ちょっと裏に回ってやったんですけどダメでしたね、残念ながら。で帰りにアロハガーデンってとこ行ったんですけど、房総のねフラワーラインの、あったブーちゃんの中ぐらいの中ぐらいのブーちゃんがいたんで、それやってみます。137じゃなくて、その1個下のやつですね、金黒。これで表層ざわついてるやつをくれたらいいかなという感じ。はい、ブーちゃんこれですね。ブーちゃんの1130g です。これやって今日は終わりですかね。一足やらないように気をつけて。あ、そこ多分ベイトかな。それなんだ、すっげえざわついてる。もう一段下のような気もしないでもないんですけどね、やってみないと分かんないんでね。ブーちゃん流してます。釣ってるかな。アロハガーデンのとこ行ったんですけどね、1300円で入れるんですけど、ちょっとねクーポンみたいなの買って1000円にしたんですけど、高いかな。もうね、動物のね、飼育っていうかあれが行き届いてない、結構かわいそうだったな。糞の処理とかね、あともうすぐ潰れちゃうんじゃないかっていう心配になるような感じでしたね。多分南国パラダイスになってアロハガーデンに変わって、アロハガーデンだったかな、この閉鎖のところですね、変わったんですけど、ちょっと残念。あれ行くんだったらね、伊豆シャボテン公園の方がね倍以上いいです。猿とかもね、ちょっともうかわいそうな感じになってたもんね、怪我。鳥は良かったですけど、まあまあ、インコはまあまあ、あと1種類入れてみようかしらっていう。こういう時に膝つく時にはいいんですよ、このズボンが。スポンジ入ってるから。風が強くてね、なかなか寝つけなかったですね。寝てもすぐ冷めるみたいな感じ。時折ね、うわ、チップ削った。
ジグザグベイトがないのか。ナレージでもいいんだけどな。とりあえずジグザグベイト入れたいな。またやった。ああ。ジグザグベイト持ってきてないか。あったいいのあった。いいのあったよ。レッドヘッド。よし。レッドヘッドのジグザグベイト。と思ったけど、ここはみんなが使ってなさそうなブレスひふみクリエイティブですね。100の SS です。スローシンキング、これでいきます。これで終わりですね今日は。よし、アップで投げてアップクロスで、ゆっくり巻きながら流してきます。映ってればいいんですけど、映ってもね、ホテルとかは映ってると思うんですけどね。お、なんか触れましたね。ベリコパ、ゴミかな。結構葉っぱ系のゴミが多いんですよね。お、ビビってる。最初からビビってたのかな。何かに触れてビビったのか微妙。後ろに投げちゃった。指保護しすぎて後ろに投げちゃった。でリップ折れてるとかないよね、さすがに。オッケー、あるね。結構高いからね、これも。はい、これでラストキャストですね。さあ、雨が恵みの雨になってくれてればいいんですけどね。さすがに結構ね、ブリブリ系だから水の抵抗がすごい。ブーちゃんになんとなく波動が似てますね。サウに伝わってくる波動が。はい、ということでですね、今日はちょっとバタバタしてました。遅い。昨日はね、船橋行って暴走行って、船橋行って旧江戸行って暴走行って、今日朝ちょっとだけやって、っていうね、かなり無謀なチャレンジをしてました。で、今も帰ってきて、少しやったんですけど、もうちょっとだけね、やって、帰ろうかなと思っております。はい、今日はちょっと遅くなっちゃって申し訳ないです。すいませんでした。ではまた明日よろしくお願いします。失礼します。まだね、そんなゴミはないです。濁りは結構増してますけどね。失礼します。お、やっぱトップで怪しい、いけそうですね。失礼します。